アイザック・マクワラはボツワナセントラル地区出身の陸上競技選手。専門は400メートルが中心の短距離走。400メートルでは元アフリカ記録の43秒72の自己ベストを持つ2015年北京世界選手権のファイナリスト2017年ダイヤモンドリーグのツアーチャンピオン。200メートルではアフリカ歴第3位の19秒77の 自己ベストを持つ2017年ロンドン世界選手権のファイナリストである。トゥクメにある学校のサッカーチームで右のウィングとして活躍していたが、そのスプリント。5月のアフリカ選手権男子400メートル決勝では自身初の45秒台をマークして銀メダルを獲得したが、優勝したナメルディン・アリ・アブーベクアとは同体向きさありという僅差だった。 6月のアフリカ選手権、男子400メートル決勝では45秒25の自己ベストをマークし、カリフォルニアモレヘの持つボツワナ記録に迫るタイムで初優勝を飾った。7月7日のリシスプリント国際男子200メートルで20秒21のボツワナ新記録を樹立した。 5月10日の南アフリカ共和国オープン選手権、男子400メートルで44秒92のボツワナ新記録を樹立。7月6日のリシスプリント国際では、男子400メートルで44秒01のアフリカ新記録を樹立し、ゲイリー・キカヤの持つ従来の記録を0秒09更新すると、さらにこの90分後に行われた男子200メートルでは、 アフリカ史上3人目の19秒台となる19秒96をマークした。7月4日のダイヤモンドリーグミーティングあれば男子400メートルにおいて、南アフリカのエードバン・ニーケルクが、アフリカ人初の43秒台となる43秒93をマークし、アフリカ記録保持者の座を明け渡すこととなった。しかし、クワラは、 翌日5日のリシスプリント国際男子400メートルで43秒72をマークし、すぐにアフリカ記録保持者の座を奪い返した。8月の世界選手権男子400メートルには今季世界ランク1位として出場すると、23日の予選は同じ組のユセフ・マスラヒとラシーン・マクドナルドが43秒台を出すというハイレベルなレースになったが、 幕原は44秒19の組3着で準決勝に進出した。24日の準決勝では9レーンからのスタートながら44秒11の組1着で決勝進出を決めるとゴール直後には腕立て伏せをするパフォーマンスを見せつけた。世界選手権短距離種目においてボツワナ団子勢初のファイナリストとなった26日の決勝は 自己ベスト43秒台の選手が5人も揃うハイレベルなものとなり、幕原は予選、準決勝よりもタイムを落とす44秒63をマークし、同一レースで3人が43秒台をマークするという史上初のレースで5位に終わった。また、この決勝を世界歴代4位の43秒48で制した、ウェードバン・ニーケルクにアフリカ記録保持者の座を再び奪われた。 8月のリオデジャネイロオリンピックには男子400メートルと4400メートルリレーに出場した。400メートルのシーズンベストは自己ベストからはほど遠い44秒85だったものの12日の予選を45秒91の組3着で突破。この種目に出場していたカラボシバンダバボロキティベと共にオリンピック男子400メートルにおいて ボツワナ勢発のセミファイナリストとなったが、翌日の準決勝は46秒60の組8着で敗退した。4400メートルリレーは、ボツワナチームの一層を務めると、19日の予選で2分59秒35、翌日の決勝で2分59秒06と、両ラウンドで、ボツワナ新記録樹立に貢献。決勝のボツワナチームは、 アメリカチームと金メダル争いを繰り広げたが、最後の直線でアンカーが失速して、最終的には6位に終わり、オリンピック4400メートルリレーにおける、ボツワナ前発のメダルを逃した。2017年ロンドン世界選手権初出場となった4月の世界リレーでは、男子4400メートルで、ボツワナチームの一層を務めると、3分02秒28の2位に貢献。 優勝したアメリカに0秒15を及ばず惜しくも優勝は逃したが、オリンピックと世界選手権も含め没話なし史上初となるリレー種目のメダル獲得に貢献した。6月28日のオストラバゴールデンスパイク男子300メートルでは、ウェイドバン・ニーケルクが30秒81の世界最高記録を樹立する中、世界歴代5位の31秒44をマークして2位に入った。 7月14日のミーティングマドリードでは、男子200メートルと男子400メートルに出場し、200メートルの20秒の壁と400メートルの44秒の壁を同日に破るという史上初の快挙を達成した。先に行われた男子400メートルを自身2度目の43秒台となる43秒92で制すると、その75分後に行われた男子200メートルでは、 自身2度目の19秒台及び、今季世界最高記録となる19秒77をマーク。3年ぶりに自己ベストを更新し、フランク・フレデリクスの持つアフリカ記録に0秒09、さと迫る、好タイムで男子200メートルも制した。7月21日のダイヤモンドリーグ、ヘラクレス男子400メートルでは1週間前に、 マークしたシーズンベストを塗り替える43秒84をマークし、8月のロンドン世界選手権男子400メートルには今季世界ランク3位で臨むと、その実力通り5日の予選を44秒55、6日の準決勝を44秒30と順当に突破した。ところが宿泊していた公式ホテルで食中毒を発症し、7日に受けた。 診断の結果、イギリスの規定で48時間の隔離が必要な感染性胃腸炎と判明した。そのため、本人は出場する気だったものの、今季世界ランク1位で臨む予定だった7日の男子200メートル予選、8日の男子400メートル決勝の欠場を余儀なくされた。しかし、隔離期間が終わった9日、救済処置として幕原一人だけによる、 男子200メートル予選が実施された。ボツワナ陸上競技連盟からの要望を国際陸上競技連盟が受け入れて行われた。このレースで幕原は準決勝進出ラインを上回る20秒を、20をマークして準決勝進出を決め、ゴール直後には腕立て伏せをするパフォーマンスを見せた。200メートルではオリンピックも含めボツワナ前発のセミファイナリストに なった、準決勝は、救済レースの約2時間後に行われ、なおかつ1レーンからのスタートという不利な条件だったが、20秒14の組2着で決勝進出を決めた。10日の決勝は、ホームストレートに入った時点ではメダルを狙える順位にいたが、残りの50メートルで疲れが出て20秒44の6位に終わった。 12日の男子4400メートル、リレー予選は筋肉に少し問題があったため出場しなかったが、メダル候補だったボツワナは3層を走った、ナイジェル・アモスがバトンを落とすミスなどもあり、決勝に進出できなかった。今シーズンのダイヤモンドリーグ男子400メートルのツアーチャンピオンを決めるベルトクラッセ中立比では、ライバルのエイド・バンニー・キルクが欠場し、ロンドン世界選手権の銀メダリストである。 スティーブン・ガーディナーが、スタート直後に滑って転倒し、レースを棄権するという波乱の中、出場選手唯一の43秒台で優勝を飾り、初のツアーチャンピオンに輝いた。4月の A 連邦競技大会に出場すると、男子400メートルは、決勝で他の選手を寄せ付けず、フィニッシュの15メートルほど手前からは力を抜きながらも、唯一の44秒台で圧勝。 アンカーを務めた4400メートルリレーも優勝に貢献して大会2冠を達成した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微光欄の記録は当時のものダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグの大会を記載。 ありがとうございます。